キさんってご存知ですか？は変態だ。あ、そうなんですか。これは褒め言葉。ああ、はい、まあ。もし自分だったらですけど、やっぱり今、はい、あ、はい、どうも、赤汁です。ご視聴ありがとうございます。アルタ FR です。YouTube、いろいろ見たら大きなチャンネルで、やっぱり復活計画とか、あなたなんか泥棒みたいな。泥棒あの、ね、はい、もう出せばいいのに。あ、サングラス。いや、ね、出す。あ、そうだ。で、はい、うん、で、復活、はい、うん。はい、復活計画とか、なんか、プロジェクトされてるんで、これで自分たち一応シルビア過去に乗ってったじゃないですか。過去にね。はいはいはい、はい、うん、赤汁さんは S1 さん、うん、過去に乗られてて。過去にかどうか知らないですよね。今までシルビア1号乗って、まあ1号も乗ってましたけど、うん、はい、乗ってたんで、うん、ちょっとその辺でちょっとお話できたらなと思ってます。はいはい、はい、なんでシルビア？今ちょっと前に大阪の方に行かせていただいて、サッキーさんってご存知ですか？さっきさんがね知らないわけないでしょう。さっきさん、あれさっきさんって何ですか？ね、見たことあります。変態マフラー作る人ね。いやいや、あのぐるぐるしたあのそうそう、すごい技術のマフラー作られてる。いやいや、はい、私の変態っていうのは、はい、褒め言葉なんだ、はい、だって普通の感覚じゃあのマフラー作れないから、はい、あ、そうですね。普通だったらこうワンオフものでこうかっこいいの作るけど、はい、誰が考えるかな、あのぐるぐるぐるって巻いてるマフラーなんか。そうそう、だからあの人、僕はあの人は変態だと、はい、あ、そうなんですか。それは褒め言葉。ああ、はい、はい、うん、で今シルビア復活計画されてまして、はいはい、うん、S1 さんされてると思うんです、うん、でまあお互い過去にシルビア乗ってたん で、うん、で1,3 乗られてまして、自分はあの1,4 とか1,5乗ってたんですけど、うん、でもしシルビアで0,4とかされる前提としたら、うん、どんな車を作られますか？突然ですが、0,4 なんか、そういえばサッキーさんが、はいはいはい、あの11月、はい、来年の11月ぐらいに04大会しようって言ってたと思うけど、はい、うん、04ってやったことないんだよね。あ、まあ自分もやったことないんですけど、やったことないからさ、はい、どんな風に車作ればいいかって言っても全然わかんない未知の世界だから。あ、だからまあでもなんか昔、はいはい、あの04用の足回りとかあったよね、はいはい、あ、そうなんですね、うん、04って結構スタートが重要だから、はい、そうですね、うん、もうスタートありきみたいなもんじゃないですか。そうですね、だから、はい、あのフロントがこうサスペンションの伸び側がものすごい硬くてなかなかこう伸びない、はい、でなおかつ後ろはすぐ沈むっていうような専用のドラッグ用の足回りって確かにあったのはあったんだよね。そうなんですね、うん、でも久々に聞いたよね、04とかドラッグとか、ね、はい、なんか今知ってる人たちっているのかな。はい、セントラルでドラッグのイベントとかあったみたいです。いや僕らの04って街中でどっかに直線通ってブイーンって用意飛んでピーって走っていくっていう、いや話がそんな、そういうの出してるビデオとか出てあったじゃん。あ、そうですね、だから、ね、はい、あのそれは過去のことで、そうですね、もう、はい、あの時効なんで、はい、時効日本の刑法には時効制度はありませんというなるかもしれないけど、まあなんかそういう人たちってやっぱり いないよ。だからもうその一部のマニアックな人たちがやってるっていうイメージだよね。あ、そうそう、だから04作ろうと思ったら分かんないね。あ、そうです、どんなの作られるか難しいよね。まあ予算200万とか無制限とか言ってもそういうのも分かる、もう想像つかない感じですね。やっぱ04ってエンジンがメインだと思うんですけど、まあもし自分だったらですけど、やっぱり V ヘッドってやっぱすごい回せるし、ロッカーも飛ばないって聞くんで、 V ヘッドね、 V ヘッドちょっとねいいなと思ってるんですけど、もしするんなら、うん、でまあブロックの方もやっぱ SR が 2.2 いいなと思うんですけどね、やりゃいいじゃん。V ヘッド結構かっこいい作ってる。あ、NA だけどね、はいはい、うん、はい、あれは、確かね V ヘッドって、はい、エクストレイルのエンジン、あ、はい、とパルサーのエンジンが2種類あって、はいはい、
で確かそれはね、パルサーのエンジンヘッド使って作ったのやったかな。あ、作られたんですね。だから NA だから圧縮がものすげえことになって、はい、あ、はい、うん、だからエクストレイルの V ヘッドとかを使ったらね、ターボ車なんかはいいかもしれないけど、はい、でも俺だったら NA で作りたいな。あ、NA で、はい、今、はい、あの、あ、そうですね、いろいろ復活計画でね、はい、うん、あの、いや、まあ、いわゆるこれ多分私のチャンネル見てる人たちは、はい、これなんかわかると思うんだけど、はい、多分アルト・ファール君がの、ね、はい、見てるあの人たちは多分わかんないと思うから、ぜひわかる方がおられたらコメントのください。そう、こちらの車両この車両あのわかる人あのコメントください、はい、多分うちらのチャンネル、僕私のチャンネルの登録者してる、あ、登録してる人全員がわかると思うから、今こんな感じになってます、はい、これも一応復活計画みたいな感じでレストアされてます、うん、やってますからね、はい、ぜひご覧になってみてください。ですが V ヘッドの話にちょっと戻るんですけど、はい、はい、V ヘッドを実際組まれてたんで、うん、いろんな空母の注意点とかいろいろあると思うんです、はい、はい、その辺をちょっと教えてもらえたら空母注意点、はい、あの回しすぎには注意って回しすぎてぶち壊れたからね、コンロートが伸びたって話は、はい、私のチャンネルの中でも多分したと思うけど、はい、はい、ね、確かねフロントのカバーが、はい、のネジ穴とかが違うのと、はい、カバーがつかなくなってしまうっていうのが1個、はい、あのオイルポンプとかが入ってるねカバー、はい、フロントカバーがつかなくなるのが、はい、で加工がいるっていうところが1点と、はい、あとそのさっきもちょっと言ったかもしれないけど、はい、その1600のヘッドと2000のエクストレイル用のヘッドではちょっと圧縮比がだいぶ変わっちゃうよって言いましたね。あとは対して注意するところはないけど、もともと SR エンジンって大衆車っていうか、はい、あの普通の乗用車用の車、あのエンジンでエンジンだって、はい、でそれを多分競技ベースに特化させたのがその VE とかなんだと思う、はい、うん、であと可変バルタイとかの、あれはあの VE ヘッドも低速用のカム山と高速用のカム山が切り替わるようになってるから、はいはい、スポーツカーっていうか競技車に向けにしたのが VE なのかな、はい、でも、はい、エクストレイルとかでも採用されてるからね。あ、そうですね、普通の車に採用されてますね。だからまあその辺がちょっとよく分かるね、うん、VE ヘッドなら1号シルビアね、一回乗せてもらったことあるんですけど、やっぱすごく回って早かったですね。ああ、NA とは思えないぐらいオーティックバージョンの S1 号だったですけど、うん、はい、まああのあれ結構4スロ化してたりとかしたから、そうですね、はい、うん、なんか早かったっていうのは聞いて、私ねなんか組んだ人間なのに乗ったことが、はい、乗ったことがないってどういうことなんて、はい、なんで組んだ人間が乗ったことがないっていう。でも S2000 のエンジン、はい、F 型エンジンってやつよりかも、はい、あれよりも早かったって聞いたね。はい、はい、あとブロックで言うとやっぱ 2.2 で、最近なんかあの、うん、ブロックで作ってるブロックがあるじゃないですか。なんか海外のアルミかジュラルミか、はい、ちょっと削れたけど、はい、ブロックですね。あのオーストラリアかどっかで作ってるんですね。そう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 です。オーストラリア。あんなもしお金に無制限だったらあんな使ったらすごいなと思うんですけど、まあ現実的には難しいですけど。そうね。2.2 リッター化するのもね、あのピストンを1ミリ大きくすればできるから。いやいや、2.2 は1ミリじゃなくて 2.1 リッターですね。2.1 なのかな。87%。ああ、そうか。ストロークがいるんです。ストロークが、ね、もう1ミリ長くならないと 2.2 リッターになります。ならないな、はい。そうです。うちあるから。うちあるから。ああ。シルビア。ヨークンシルビアあるから。あります、ね、あれで殴り込みに行くから。まあ、行くとしたらスタッフでお手伝いに行きます、はい、あのシルビアもすごいですね、動画に出てる T78 のタービンの。あれ T78 っていうの、はい、T78 よくわかんねえよ。あ、そうだからウエストゲートとかもついてるけどよくわかんないね、実は。あ、 NA 専門になってきてターボだったよ、スイッチさん。だってそれしかなかったもん。あ、だからあえてあのパッケージングを、はい、シルビアっていうパッケージングを選んでたわけだって、はい、
ターボ車って、まあ、レースしたりとかするのでも、うん、やっぱり周回重ねると熱の問題とかオイルの問題とかって、はい、結構いろんなものをつけなきゃいけないんだけど、ね、NA はあんまりそこの辺考えなくてもいいんだよね。エースありきの話になっちゃったけど、はいはい、うん、だからメンテナンスがしやすいっていうの、はい、だから余計なものがついてないから、はい、やっぱり NA の方がやっぱりちょっと長く、はい、こう気持ちよく回せて楽しめるっていうところでは、やっぱり、今 NA の方がやっぱ自分の中では面白いなって、はい、面白いな。86もそうだし、あ、そうですね、うん、まあ、サーキットとか行っても全然あのエンジンそんなにパワーなくても楽しいし、あ、そうですね、うん、1回乗せていただきましたけど、うん、すごい面白い車でした、うん、ありがとうございます、うん、ということで、はい、この辺で終わる、はい、そうですね、もう終わろうか、はい、なんか、ということで殴り込みに行きます、はい、いやいやいや待っとってください、サッキーさんあの、スタンド行きますのでよろしくお願いします私は殴り込みに行くんです、まあ、よかったらチャンネル登録の方もお願いします、高評価の方もお願いします、はい、またね、はい、よろしくお願いします、コメントの方もいただけたら、あ、そうですね、この車何かっていうコメントがあったら、ね、当ててください、当ててください、はいはい、いらんことも言うたくない、誹謗中傷はしないでね。カットカット。ここはカット。はい。あいつ変なこと言ってるぐらいに思っててくれたらいい。はい。はい、ではそれでは、はい、お疲れでした。お疲れ様です。はい。バイバイ。バイバイ。あ、この手で線のエンジンの中に。はい。もう。はい。そうですね。